さんおはようございます。今日は9月の、17日、火曜日です。今並んでいるのが、18名ほど並んでます。昨日台風終わった後 に結構増えて18名ほど並んでます。はい、こんな感じです。今日はすごく寒いです。朝、7時なんですけど、まあ、20度ぐらいしかないです。というわけで、あと3日頑張りたいと思うんですけど、昨日はちょっといろいろありすぎて大変でした。まああのね、ちょっと報道と実際 の現場の内容が違うんですよ。報道をしているあの内容が、まあ、批判につながる内容なんですよ。どうしても、そこら辺がなければ自分たちも安心して許せられるんですけど、報道の方をちゃんとね、真実を伝えてもらいたいです、ということで、また3日間寒かったり暑かったりしますけど頑張りたいと思います。バイバイ。